はい、どうも。2018年12月31日、朝の7時23分です。よろしくお願いします。なんかバグがひどいな、本当に。バグだらけだよ、バグ。プツって落ちる。それひどいね、これは。おはよう、ニニ。おはよう。よろしく。今年も一年ありがとうございました。頭痛いのね、のりこが来たら治ったんだよね。本当に不思議なんだけど、治った。のりこが薬持ってきてくれるって言ったんだけどね。のりこ来る直前まで痛かったんだけど、治ったよ。不思議。何だったんだろう。のりこの魔法だね。ヒーラーになった。ヒーラーになったの。のんちゃん、来年の目標は？あ、そうなんだ。のんちゃん来てるよ。年末一緒に過ごすよ。お正月と。のんちゃんは寝てたんでしょ、家で。寝てたんでしょ？寝てたんでしょ、さっきまで。寝れなかったの？のんちゃん仲良く過ごすよ。ありがとう。当然偉いよね。これマジでフワッチオワコン化するな。テルチャンピンがツイキャス移動するって結構花火師の大移動でもあるから、多分これまずい流れだよね。フワッチ大丈夫なのかな。アイラがいればまあなんとかなるだろうけど、アイラも移動するって言い出したらマジで一発で終わるな、これ。ヤバタンだよ。力ある生主がどんどん減ってってる。
まあ、来年じゃあどうするか決めようか。来年どうしていくか。リスナーさんからの希望は何かありますか？来年こうしてほしいとか、あれをやってほしいとか。一切守る気ないですけどね。聞きましょう。心の広い、僕みたいな仏のような人間が。聞いてあげますよ。守る気は、約束は一切しませんけど。言いたいこともあるでしょう。年末だからね。ないよね。優秀なリスナーほどリクエストはない。優秀な人間ほど他人に依存をしない。じゃあ来年も通常営業でやっていきましょう。その時の流れを楽しみたい。素敵。素敵。なんだろう。なんだろう。新垣結衣に見えた。サムネイル。ガッキーかな。ボノボノ全巻欲しいんだよな。そうだ、ボノボノって全巻、ボノボノじゃなくてなんだっけ、さくらももこ、さくらももこなんだっけ、ボノボノじゃなくてなんだっけ、こじこじだ。こじこじ全巻ちょっと読みたいなと思ったんだけど、なんか コンプリートボックス高っ、2万。なんか、こじこじが、その、さくらももこ記念で、なんか、フルカラー版みたいなの出るんだよね。こじこじ欲しいんだよな、全巻。こじこじ、これか。新装再編版か。いくらすんだろう。ブックオフ？ブックオフでも全然いい。こじこじのパッケージどんな感じなんだろう。アニメしか出てこないな。こじこじ漫画。こじこじどっから出てんの？何コミックス？いや、こじこじいいよね。ソニーなの？ 何？ソニー？ソニー、こじこじってどっから出てんの？アマゾン行こう。漫画。こじこじ。リボンなんだ、こじこじって。何巻まで出てんだろう。でも、新装版のジャケットかっこいいんだよね、こじこじの。新装版かっこよくない？こじこじ。これ集めようかな。なんかさくらももこの傑作はさ、まるこちゃんじゃなくてこじこじだよね。これ新装版のジャケかっこいいよね。集めようかな。全何巻なんだろう、こじこじって。はい、ワード2。全何巻か情報が出てこないってすげえな。だけかっこいいよな。また部屋の中にゴミが増える。 こじこじとはソニーマガジンズ月刊漫画なんだ。3年間なんだ、連載。へえ。
単行本3巻か。これがいいじゃん。幻冬舎から出た未収録品の完全版全4巻いいじゃん。のんちゃん、ちょっとのりこ寝たな。のんちゃん、ちょっとラジオやろうよ。のりこーずレディオやろうよ。俺アートについてちょっと勉強したいんだよ、のりこ。だからちょっとこっち来てよ。のりこが学校で教わったことをちょっと思い出して、俺にちょっと映画館、ちょっとこっち来なさい。布団かぶってきていいから。暖房強くしていいから。本当にちょっといろいろ教わりたいんだよ。いいよいいよ、忘れちゃっていいから全然。何にも覚えてないの、超金の無駄じゃん。あ、大丈夫？何にも覚えてないの。はい、スペシャルゲストののんちゃんです。どうぞよろしく。どうぞよろしく。どうぞよろしく。え、何にも覚えてないの。うん、うん、ポンコツだね。ポンコツだね。そうなんだ。本当に何にも覚えてないの。え、のんちゃんが先行してたのって何をやってたの。油絵じゃん。なんか空間なんとかとか言ってなかった。空間、ちょっと待って。インスタレーション。あ、それだそれだ。ちょっと待って、それについて勉強したの。ちょっとマイクセッティングするわ。のんちゃん喋ってみて。これくらいで声聞こえる？みんな OK だったら教えて。これくらいでどう？あ、花火ありがとう。カズありがとう。花火ナイス。カズありがとう。ありがとう。どんちき、来年もカズからカッパグからよろしくね。見てね。来年もカズとは、心通わぬお金だけの関係を続けていこうと思ってるんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お金だけの、愛情も友情もない、本当に金銭的な関係でいたいと思ってます。来年もよろしくお願いします。何、インスタレーション？うん、インスタレーション。そう、それについて勉強したかったの。インスタレーションって何なの？愛情ないよ。インスタレーション、空間芸術ってこと？うん、何なのインスタレーションって。ちょうど、うん、そう、この話題がこの前出たの。うん、何なの？こういう感じ。ポンコツだな本当に。ね、こういう感じって言われても、これを
これが専門だったんでしょ、うん、あのお金だけの関係の、カズさんありがとうございます。来年もまたあのカズさんから大量の花火をかっぱぐ予定なので、今後ともよろしくお願いします。花火ナイスドンチキなんかそのジバンシーだっけ、バンクシーか、バンクシーがその、うん、やってるのはインスタレーションだっていう話題になったの、うん、そうなの。ポンコツかよ本当に。ポンコツなんかあるだろう、もっと。何だって大学院を卒業したってことは、は博士な、何なんだっけ、うん、なんだっけ、博士の前、修士、うん、頼むよのりこ修士そう頼むって本当なんか出てくるでしょ、引き出し開けて、引き出し、な、何なのインスタレーションって。こういう感じいやだからこういう感じじゃなくて、そのなんかもっとほら深いってなりたいわけよ俺は。はあってなりたいわけじゃん、わかる、なるほどって、こうなるほどねその空間を使って、いいよそうだよ、空間感じるんだよ。感じる、そう、違う違う違う、もう全てが知りたい、どの切り口でもいいよ別に。空間を使って感じる、本当に大丈夫かよ、うん、うんじゃなくて、説明じゃなくて感じるんだ。いや、ウィキペディアだこれ。ウィキペディアでインスタレーションだな、まずは、うん、そうか。インスタレーションとは1970年代以降一般化した、絵画、彫刻、映像、写真などと並ぶ現代美術における主要表現手法、ジャンルの一つ、ある特定の室内や屋外などにオブジェや装置を置いて作家の意向に沿って空間を構成し変化、一化させ場所や空間全体を作品として体感させる芸術。あ、なんかさ、あの芸術作品でさ、透明のプラスチックのなんか穴がボコボコで子供がこう入れるなじゃん、あれもインスタレーション、あれ好きだったんだけど。あれは遊具だね。あ、そっかあれは遊具なのか、うん、インスタレーションじゃなかったのか。ビデオ映像を上映して空間を構成することもあれば、ビデオインスタレーション、音響などを用いて空間を構成するサウンドインスタレーションもある。ほう、なるほど。空間全体が作品であるため鑑賞者は一点一点の作品を鑑賞するというより全身を囲まれて体感することを、ほう、ふんふんふん、見たり聞いたり感じたり考えたりする手法、どのように変化するかを、おー、なるほどね、はあ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 、なるほど、はあ、すごいねこれ、うん、ああ、部屋を自分色に染める感じなんだ、うん、ああ、じゃあ何、俺がこの部屋はインスタレーションだって言い張ったらインスタレーションになるの、うん、おこの赤い空間は、この赤い空間とか本棚がいっぱいあるのは俺のインスタレーションだって言い張ったらそれでインスタレーションとして成立するの、うん、感じるのだ曖昧だな、ここがアートの厄介なところだよね。アートだって言い張ればアートになっちゃうからな、うん、あー、アートって何なの、アートアートとはアートとはアートとは感じることだ、感じることなんだ、なるほどね。寝るか寝るか
何、どんなの作ってな。モニターに、モニターに染色体の画像を貼り付けて。染色体って何？ X と Y、うん、で砂の嵐でザーって流したりとか。それ残ってないの？うん、そっか。ほらのんちゃんがさ、モニターを並べたやつある、うん、はいはいはい、ああいうのとかインスタレーション、うん、あと、うん、あの風船みたいのをこうダラガーンってやってたのもインスタレーションだし。 おい、チャンメグおはよう、うん、お疲れ様です。お疲れ様です。なるほど。インスタレーション授業ってどういう風にやんの？授業？授業っていうのはない。え、大学って授業ないの？自分で、うん、テーマを考えて、うん、それで、うん、作る。ないんだ。それで、うん、公表会っていうのがあって、うん、教授とかが来て、うん、いろんな質問とかされたりとかして、うん、答えて。なるほど、うん、のりこデザインだからね、これは。キュヌーになったみたいな。来年何したい？何か。おねえや、ありがとう。うん。先週からありがとう、ナイス。うん。のんちゃん来て嬉しい。1週間ぶりだから。うん。のんちゃん何作りたい？のんちゃんは、ね、絵を描く。絵描くの？あれ絵描かないって言ってたじゃん。アクリルは？アクリル絵の具でやる、うん、絵を描くの。あの。アクリルのやつ飽きちゃったの、あれ。あれはまだね、うん、もう一回ね、うん、あの穴のところを埋めたいの、うん、あれは納得いかないの。そう、レジン持ってきてよ、うん、あれ納得 いかないの。穴が開いてるからね、うん、ここのところをレジンで埋めたいの、うん、埋めればいいじゃん。この中にいるの？その中、うん、突っ込んだよ俺。のりこ店やろうよ、のりこ店。うん、これもう剥がせば、うん、そういえば。これいいよね。あー、でも泡確かに目立つな。剥がせば。こっち剥がした？うん、これ穴開いてるから。あ、これね、うん、これだからまた上に持って、うん、あ、本当だ。あ、これか、これを言ってたんだ、うん、ここにアクリル。あー、でも色変わっちゃうか。ヤスリかけていいよね。やってあげようか。うん、あ、大丈夫、うん、大丈夫大丈夫、パキッてやったけど、うんうん、割れたよ、うん、大丈夫、ヤスリかけるもん、ね、ぶっ壊れた。え、どう
うなってんのこれ。かっこいいよね。え、これどうなってんの？大丈夫？うわ、結構乱暴だね。うん、バリバリって取っちゃう。めっちゃ刺さるから。ケツに刺さる。ケツに刺さる。何？こっち側取れてんの？もう取れてないの？あ、くっついてる。くっついてんの？どうしてくっついてる？漏れたってこと？どうなってんだこれ。セロテープを剥がしてくる。セロテープを剥がせばいいの。これヤスリかけようよ、うん、あんま気に入ってないの。もうちょっと切りたいの。どこ？長さ。こことここ？うん、いいよ、切ってあげるよ。短くしたい、これくらいにしたいってことでしょ。うん、うん、やってあげる、やってあげる。でもこれどうやって剥がすんだ、これ難しい。レジンで作ったよ。カウントダウン配信いる？いや、やってもいいけど別に。起きてたら。起きてたら、ね、やる？カウントダウン合体カウントダウンでセックスすんの。バカでしょちょっと面白いなそれ。合体したまま年を迎える。配信できないじゃん、バンになる。あ、できた。アホの発想で、アホの。これは取れてんの？取れてないな。え？まあテープある？え、どういうこと？あれはいない。プラ板だ。ここが。これヤスリでさ削った方がいいんじゃないの？うん、わかんないけど、ね、どこがどうなってんのか俺わかんねえんだよな。なんて今メガネもかけてないからな。いや爪伸びてんな、切りなさいよ爪。本当だ、うん、伸びた。あー壊れるよこれ、ほら、うん、大丈夫だよ。ここの裏側にテープが入ってんの？入ってなくない？プラ板が入ってる。プラ板入ってんの、うん、どこに？この周りに、うん、マジでどこにプラ板いるんだ。あ、バキバキ取るんだこれ、うん、あ、わかった。あ、本当だ、プラ板いた。あー、なるほどね。あー、厄介だなこれ。あー、いるね。バキバキ取るんだこれを。 いたわ。これペンチでバキバキっていった方がよくない？いく、うん、やりたい。やって。これはまたどうすっか。ノリコの作品ぶっ壊しちゃうかもしんない俺。間違えた。後でヤスリかけたら綺麗になるはずだからさ。うん、うん。日本でインスタレーションやってる人って有名な人とか誰いんの？分からない。
のんじさん賞とか取ったの？なんかコンテストとかで。うん、取れない。コンテストとかないの？うん、ない。なんでないの？絵とかあるの？出してない。出してないんだ。なんで出さないの？めんどくさい。そっか、それは失礼し、めんどくさいよね。うん、のりこ展はじゃあ世界でまだ開催されてないの？一回も。うん、世界初なの。うん、やろうよのりこ展。部屋の広さどれくらいいんの？のりこ展は。うん、わかんない。あとでこれさ、カッターとかでやるからいいよ、のんちゃんが。のんちゃん怪我するでしょこれ。大丈夫だよ。いや怪我しそうで怖いね。なんかトゲとかすごいよほら。これいい色だよな。ディッディッディッディン。ヤスリかけたらすげえかっこいいと思うよ。そう、カバー外して、うん、ビッカビカにして、で木の上ニス塗って、うん、でどれくらい、こことここカットする感じでしょ、うん、これくらいの大きさでしょ、うん、うん、いいと思うよ。ヤスリバーってかけ、ありがとうございました。はい、ありがとう。これを片付けください。これでさ、こうやってさ、火の用心。なーめ、あ、ごめんなさい。よいしょ。あ、ルイオーブンが、うん、いっぱい持ってきちゃった。腹減ったな。お腹空いたな。何食おっかな。腹減った。俺もね、自分のね作品作ってて、俺の作品もあるんだよ。だからそれもね一緒に仕上げたいんだよね、のりこと一緒に。俺の聖なる杖クリスタルロッド。届かない。これヤスリかけたいんだよね。俺の方はもう取れてるんだけど、磨いてここの部分もうちょい細くしたいんだよね。ここの穴もヤスリで取って、いいよね。いい色で、結構思ってたより硬いから絶対折れないね。だ本当に杖とかに使っても大丈夫なぐらいの硬度あるから、本気で力入れても曲がらないもん。だ結構ね、いろんなもんに転用できるから、重さもそんな重くないし、
すごくいいなんか材質だね。ま、何でも作れちゃうよこれ。この中に何かを閉じ込めることもできるし、面白いよね。杖作ってドラクエみたいだね。だからこれで家具作れるよ。これこういうのをいっぱい素材で作って、これで家具、あ、海外の人は机作ったり椅子作ったり本棚作ったりとか、こういうなんつうのオリジナルの材質で、まあ何でも作れる自分の好きなもの。俺は杖が欲しかったから、かっこいい杖作ろうと思ってんだけど、おじいさんになったら使うステッキを。何食べようかな。いやだから本当にね、杖でかっこいいのできたらよっさんにプレゼントしようかなと思って。でもね、よっさんね、あの車椅子になるらしいんだよね。杖プレゼントしても意味ない、クリスあの車椅子になっちゃうみたい。ハピネスさんはどつ、なんか4ヶ月ぐらい入院するかもって言ってたよ。大変だよね。予算、いや、あの本当にやばいなと思ったのは、あの暗黒の一番最初に会った時なんだけど、暗黒のフリーマーケットの時はマジであと3ヶ月ぐらい死ぬと思った。ほんと思想が出てんので、案の定その後緊急入院して、でそっからしばらく次会った時良くなって、だいぶ顔色良くなってってるよ。でも、あ、この人長くないなって本当に思った。初めて会った時はもうなんか褐色が悪くて、本当にまああの生活続けてたらまあやられるよな。本当、なんか、金梅さんとヨスさんはもう本当自分のこと追い込みすぎだよ、あれ。酒で。もう死に向かってるようにしか見えないもん。おはよう。なんか食うか。携帯配信に切り替えてもいい？じゃあ、あの動けないから携帯配信